セミハイノリやっていきましょう。よろしくお願いします。深夜1時17分です。はい、お願いします。おっそこれ投稿したら2時前か。まあ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 、しゃあない。でも遅れるって言ったからね、僕は悪くない。はい、遅れるって言ったから X で遅れると僕確かポストしたんで、ああ問題ないでしょうってことでやっていきますけれどもね。いや、やば、これ。これどうなろう。いやー、きつー。きついねー。あー、あー。これ手前か ?30% 埋まるぐらいならいけるな。OK、よかったよかった。これならまだよし。はい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 。しゅ惜しい。あとちょっと、あとちょっとや。ちょ、どうしようかな、サムネ。正直今何も考えないもんね。もう、めっちゃ眠い今。いろいろちょっとバタバタしててね、ちょっと撮れなくてね。普段は言うてね、まあ遅くてもね、10時ぐらいにはちょっと撮影できるんですけど、ちょっと今日はね、ちょっと予定が入ってて、ちょっと撮れなくてね。ただ今は毎日投稿は続けたいんで。っていうところでね。まあ、帰ってきてから撮ってるっていう感じにはなるんですけど。ちょっと眠い。さすがに。ちょ、アルコール入ってるから眠いんですよ。とにかくアルコールが入ってるからね。どちゃくそ眠い。惜しい。惜しい。どうしよう、チャコか。どうしよう。ちょ、一緒やな。てか、ゴルフとさ、本家どっちが先にルーシェ来るやろうと思ったら、本家が先に来ましたね。いや、楽しみだね。いやー、めっちゃ楽しみ。次の、だから来週からか。来週からのイベントがね、ルーシェが来るということですけども、楽しみだね。本当に楽しみ。あ!マジ?今、寄ってんな。アルコール入ってて酔ってるわ。酔いがめちゃくちゃなとこでやってる。めちゃくちゃなことしてるな。ちょっとなんかあんまりちゃんとできへんねんけど今。マジで、あ、なんかこんなできへんかったっけって思うぐらいさ、なんもできん今。なんかすげえ、ちゃんと、なんでな、できんな。喋るのに精一杯やな。そう、やっとね、ルーシュがね、来るんですよね。ゴルフはまだかな。反逆のギルティっていうね、イベントでね、今度はやるんですけど。まあ、反逆シリーズって言ったよね。反逆のカラーズっていうシリーズがね、ずっとありまして。まあ、一応ね、その反逆のカラーズっていうシリーズが、一通り解決した。解決してはないけど、解決してはないけど、一旦一区切りついて、これからね、反逆シリーズの第2章的な感じで、反逆のギルティーっていうね、シリーズが始まるんですけど、楽しみで仕方がない。いやー、ルーシェはね、ルーシェはまあもちろんやっぱ絡めるんで、はい、反逆シリーズとはね、もう縁も切れない。縁も切れないね。重要なポジションではあるので、ルーシェはね。っていう意味では楽しみで。で、前回のね、反逆シリーズでね、ルーシェがね、ちょこっとね、出てはいたんですけども、まあ、本格的に参戦するということで。何より、まあ、プレイアブルキャラかな。そして登場しますよということで、新キャラとして登場というところで。一応画像かな、画像が出てはいたんですけど、いやー、楽しみ。もうあの画像を見ただけでもうワクワクが止まらない。俺はワクワクするぞですよ、本当に。マジでワクワクしてる。楽しみすぎて仕方ねえ。絶対最高やん、あのルーシェ。めっちゃ出来良さそう。もうイラストだけで、当たり感がすごいもん。いや、あれ当たりイラストじゃないかな。入った。入った。入ったんですけど。あー、チップインってことで取りたかったし、入った。いや、そうなったらちゃんとここやらなきゃ。そうだったらここもイーグルとか取らなきゃ、最低。最悪バーディーか。
まあ角度的に悪くないね。悪くはない。ああ、ちょっと曲げすぎたか。ああ、曲げすぎた。最悪や。どんな感じ。なんかね、そんな曲がらない気がするね。これぐらいにしようか。なんかそんな曲がらん気がするねんな。レッツゴー。めっちゃ曲がるやん。全然曲がるやないかい。曲がらんと思うねんなとか言いながら、めちゃくちゃ曲がるやないか。まあいいか。とりあえずは。とりあえずバーディー取って、まあマイナス4取れたから、まあ、ここは悪くない。はい。まあ一個上のところはちゃんとやっとかな、ちゃんとしとかなあかんかな。ニアピンに向かいましょう。いや、頭回らん。いや、ちょっとマジで頭回らん、今。すごいな。こんな頭回らんかっていうか、今。なんも考えれないな、今。さすがに強すぎるか。でも意外となんか、ほらほらほら、意外と手前やってんな、ほら。風が向かい風すぎたから、そうか、やったら100、100、100ちょっと超えてよかったんか。了解です。じゃあもう無理や、今。何も考えられません。はい、っていうところでね。まあ一応まあに、これがね、セミファイナルですね、の結果でございました。はい、まあ明日、まあ日付としては今日のね、まあこれは金曜日の動画にはなるんですけども、まあ土曜日もね、動画としては何か、ちょっとまだ何も思いついてはいないんでね、ちょっとね、もう、まあ朝とかお昼ぐらいに考えようと思います。はい。土曜日の動画考えようかなと思っておりますので、よかったらね、これからも向いていただけたら、はい、嬉しいなと思います。はい。ってところで以上で終わります。ありがとうございました。おやすみ。